ナンバーアンダーラインアイは2024年の音楽シーンに突如として現れ、瞬く間に国内外での注目を集めたグループである。彼らのアルバム、ノーイチは、その斬新さと多様性で多くの人々の心をつかみ、デビューからわずか1年足らずで圧倒的な成果を上げた。アルバム、ノーイチは、ビルボードジャパンの週間アルバム、セールス、チャートで初週に40万枚以上を売り上げ、見事1位に輝いた。この売り上げは、2024年のチャートで3番目に多い初週セールスとなり、他の競争相手に迫る勢いを示している。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、単なるアイドルグループの枠にとどまらない。彼らの楽曲は、ヒップホップ、R&B、ラテン、スローファンクなど、さまざまなジャンルが見事に融合され、それぞれのメンバーが持つ独自の個性と音楽性が光る。冒頭や、Bon INZM といったリード曲から、メンバーそれぞれのソロ曲、Y7/24透明になりたいレシピまで、すべてが緻密に作り込まれた作品だ。このアルバムには13曲が収録されており、通常版には14曲、それぞれが異なるカラーを持ちながらも、全体として一貫した世界観を描き出している。このアルバムが特に注目される理由の一つは、ナンバーアンダーラインアイが自らの音楽スタイルを新たなジャンルとして確立している点だ。彼らの楽曲は他に類を見ない独自性を持っており、その音楽は、ナンバーアンダーラインアイという名前で表現されるほどだ。この新しい音楽スタイルは、現代の音楽ファンに新鮮さと興奮をもたらし、さらに彼らの未来への期待を高める要因となっている。平野翔や神宮寺勇太など各メンバーが自らプロデュースに関与することで、彼らの個性が存分に反映された楽曲が誕生している。これによりファンは彼らの音楽を通じてより深いレベルでナンバーアンダーライン愛の魅力を感じることができるのだ。さらに彼らの成功は国内にとどまらず、海外でも高く評価されている。ノーイチは日本だけでなく、アメリカをはじめとする世界中で驚異的な記録を打ち立てている。これほど早い段階でグローバルな成功を収めたアーティストは近年ではまれであり、この点でもナンバーアンダーラインアイは特筆すべき存在だ。彼らの楽曲は世界中の音楽ストリーミングサービスで再生され、ランキングでも高い位置を維持している。日本の音楽シーンから飛び出し、グローバルな舞台で活躍する彼らの姿は多くのファンにとって誇りである、希望である。ナンバーアンダーラインアイの音楽的な多様性は、単にトレンドに乗っただけではない。彼らは、自らのルーツや影響を深く掘り下げ、独自の視点で音楽を再解釈し、それを新しい形で世に送り出している。この過程で、彼らは他のどのグループとも違う音楽体験を提供している。彼らの楽曲は聞くものを異なる感情の旅へと誘い、そのリリックとメロディーが心に響く。彼らのアルバムには力強いエネルギーを感じさせる曲もあれば、穏やかな癒しを提供する曲もある。このような多様性が幅広いファン層に支持される要因となっている。2024年、音楽業界は急速に変化しつつあり、ナンバーアンダーラインアイのようなアーティストはその変化の象徴と言えるだろう。音楽の消費方法もまた大きく変わりつつあり、 CD の売り上げだけでなく配信サービスでの成功がアーティストの評価に大きく影響を与える時代だ。その中でナンバーアンダーラインアイは両方の分野で成功を収めており、これこそが彼らの実力を物語っている。特に注目すべきは、彼らが店頭での販売を行わず、トベショップ限定での販売にもかかわらず40万枚以上を売り上げた点である。この数字は、彼らの楽曲がいかに多くの人々に支持されているかを証明している。ナンバーアンダーラインアイの成功の背後には、メンバーそれぞれの強い意志と情熱がある。デビューしてからの短期間で、彼らは多くの困難や挑戦を乗り越えてきた。その中でも、彼らは常にファンの期待に応え、さらなる高みを目指してきた。平野翔は、かつて、記憶と記録を残せる人になりたいと語っていたが、まさにその言葉通り、彼らは今や音楽シーンに大きな足跡を残している。ファンは彼らの楽曲を聴き、口ずさみ、ダンスを真似し、そして彼らの成長を共に喜んでいる。このファンとの深い絆こそが、ナンバーアンダーラインアイの成功を支える大きな力となっているのだ。また、
彼らのビジュアルやダンスパフォーマンスも彼らの魅力の一部である。圧倒的なビジュアルと洗練されたダンスは視覚的にもファンを引きつける要素となっている。音楽だけでなくパフォーマンス全体を通じて彼らの世界観を体感できることがファンにとっての大きな楽しみとなっている。彼らのライブパフォーマンスはエネルギッシュでありながらも繊細さを持ち合わせており、一度見たら忘れられない体験を提供してくれる。ナンバーアンダーライン愛の音楽とその成功は現代の音楽業界において重要な示唆を与えている。彼らは単なる一過性のトレンドではなく、音楽そのものに真摯に向き合い、自らのスタイルを追求し続けることで新しい価値を生み出している。彼らのようなアーティストが増えることで音楽シーンはより多様で豊かになるだろう。今後も彼らの成長と進化を見守りたい。またこれからも彼らの快進撃は続くだろう。すでに国内外でのツアーも始まっており、多くのファンが彼らのライブパフォーマンスを楽しみにしている。ライブではアルバムの楽曲がさらに生き生きとし、彼らの音楽の本質をより深く体感することができる。これからの彼らの活動はますます注目されることだろう。2位には本作が日本ファーストに、アルバムとなったウェーブイの最新作ザ・ハイエストが 73,217 枚で続く。また3位には二次三次所属の VTuber サイグサアキナのファーストミニアルバムユニバースが 74,20 枚で初登場した。そして9人組男性アイドルグループAXXXHS アクシスのセカンドミニアルバム大変でエスケープ顔文字またねが 45,988 枚を売り上げ4位に。5位には EBIDAN 所属の8人組ダンス&ボーカルユニット ICEX のメジャーファーストアルバムレトロトイポップが 43,802 枚を売り上げチャートインした。ビルボードジャパントップアルバムズセールス2024年9月23日から9月29日までの集計。1位、ノー1ナンバーアンダーライン I、404,005枚。2、ザ・ハイエスト・ウェーブイ、73,217 枚。3位、ユニバース・サイグサ・アキナ、74,20 枚。4位、大変でエスケープ、顔文字、またね、AXXXHS、45,988 枚。5位、レトロトイポップ ICEX 43,802 枚。最終的にナンバーアンダーライン I は音楽業界に新たなスタンダードを打ち立てたと言えるだろう。彼らの音楽はジャンルや国境を越えて多くの人々に感動を与え続けている。彼らの挑戦と創造力、そしてファンとの強い絆はこれからも彼らを支え続けるに違いない。そしてその未来は無限の可能性に満ちている。